こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、星のカービィのナノブロックを作りたいと思います。はい、じゃじゃーん、可愛いですね。はい、星のカービィです。いいですね、カービィもいいですけど、この吸い込むタイプと吸い込むタイプの星ですね。可愛い。あともう一つのカービィがありますね。はい、あとは、ワールドリーと、敵の、クラックと、メタナイトのところあります。全部可愛いですね。はい、どれもいいですね。可愛いカービィ。普通のカービィがこうなってます。イエーイ。ナノブロックですね。可愛い。パッケージもいいですね。色のカラーのセンスがいい。革だ。ライセンスをもらってます。では、これですね。ビカメレで買いました。はい、値段は528円ですね。はい、では、じゃあ、開けましょうか。ラインナップの中で、カービィがゲットできるように。では、はーい。開けまーす。はい。1、2、3。お、違うな、メタナイト。メタナイトです。面白い、カービィじゃなくてメタナイト。こうなってます。はい、トリセツです。結構かっこいい。メタナイトいいですね。メタナイトもパッチです。では、パッチの、はい、パッチですね。はい、今から作ってみたいと思います。はい、メタナイトです。少々お待ちください。はい、メタナイトができました。おー、かわいいですね。結構リアルで、おー、かっこいい。カビのライバルですね。まあ、目的とか利害関係が一致した場合にはカービィと、共に戦ってですね、友達になります。いいですね。おー、かっこいい。はい、メタナイトです。おー、上はこうなります。剣がかっこいいですね。下は足がこうなります。結構いいですね。写真よりこの出来が結構かわいい。実物の方が、では、はい、今からちょっとターンテーブルで展示したいと思います。はい、はい、星のカービィのナノブロックのメタナイトです。おー、かっこいいですね。塗ってますね。ではカービィと一緒に、プチジューラまで展示したいと思います。はい、星のカービィとデレデ王大王と戦うシーンですね。メタナイトは今回はカービィの味方です。
はい、以上です。アリシンさんでした。今回は星のカービィのナノブロックを紹介しました。はい、そうですね。おはい、で今回ゲットしたのはお可愛いメタナイトですはい、おいいですね。結構お可愛い。また色がカラフルですけど、なんか結構楽しいいいですね、この色も。かわいい。他のカビも、ちょっと遊びたいと思ってますはい、ではちょっとお願いします。またね、バイバーイ。